何かご用でしょうか。ご存知ですか？何かご用でしょうか。いい感じですね。今週はレースがあります。ご存知ですか？なんと一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。さあ、各馬を迎える緑の夢のステージです。宝塚記念、いよいよスタートです。
今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、片野天馬か三輪林秀か、私の夢はマチカネタンホイザです。果たして先頭に行くのは。ネーハイシーザーがシャニムに後続馬を離しました。その後ろ3馬身くらいあって、12番ベガ三輪林で、そのうちからは8番インターマリュエ、そしてその後ろから1番ステージチャンプ、これが注目の馬。6番片野天馬、鞍上は横山紀博、アイルトンシンボリ、そして外からは3番ダンシングサーフォス、マチカネタンホイザがかわしていきました。その外にゴールデンアワー、それから5番桜千歳王、そしてしんがりからナイスネイチャーであります。もう一度整理しておきましょう。先頭は依然としてネーハイシーザー、差が開いて12番ベガ、その外からは10番三輪林で、8番インターマリュエイ、外を通って1番ステージチャンプ、いたいた片野天馬、横山紀博絶好位をマーク、2番アイルトンシンボリ、外を通りまして4番マチカネタンホイザ、そのうちにダンシングサーファス、その後ろでやりましょうか。ゴールデンアワー、桜千歳王、一番後ろにナイスネイチャーであります。先頭行く7番ネーハイシーザー、2馬身リード、阪神のスタンドが揺れています。片野天馬は4番手といったあたり、先頭塩村とネーハイシーザー、片野天馬が差を詰めてきた。このあたりでベガがかわした。外をついて片野天馬が来ている。片野天馬が襲いかかる。ベガ先頭、並ぶか。片野天馬先頭、横山と片野天馬今日は強かった。もっと上を狙っていきましょう。ご存知ですか？何かご用でしょうか？そういえば、ご存知ですか？ご存知ですか？何かご用でしょうか？ご存知ですか？
ご存知ですか？まずまずですね。何かご用でしょうか？ご存知ですか？どうでしょう？